感じでいきますと、あの執務室とかですね、あの職員が事務取るところとか、あの大空間のところは天井を張らない、これ、地下ですね、になってまして、ただやっぱり、会議室とか、あの音響とかを反射してないところは天井を持っているというような、今回、使い分けをしています。ですね、まあ、あのちょうど反対側、南側が市長室になるんですね。それからあとこちら側が防災危機管理課、それと、消防本部ということで、あのいわゆる災害対あの関係、あのすぐに対応できるようにということで、あのそういったものを集中的に配置をして、いわゆる防災センターの機能を強化しているというところですね。